クヨンは古代エジプト第13王朝の第19代あるいは23代ファラオ。鳥の王名表の第6欄22行目にセヘテプカラーという即位名で記載されている。また、カルナックの王名表にも名前が刻まれている。また、ファイウムのメディネトマディにある女神レネネトの神殿から彫像が見つかっている。実際の彼が アンテフの名を持つ何番目の支配者であったのかは不明で、四世とは、セヘテプからアンテフのあくまで便宜的な呼び方に、過ぎない。アンテフ四世の正確な在位機関については、パピルスの損傷が激しく、解読不能な状態にあるためわかっていない。しかし、先代のファラオであるイミロメシャとアンテフ四世、後継者のセティメリーブラーの三人の統治機関の、 合計は10年程度であったと推定されている。第13王朝時代の宮廷記録では、イミロメ社家、アンテフ4世と思われる名前不明の王の家族について触れており、知世3年目と5年目の日付が記されている。また、2代前の王ケンジェルのピラミッドに隣接する未完成のピラミッド、複合体は、アンテフ4世によって建てられたものである可能性があり、内部からは、 地政5年3月の日付が確認されている。したがって、ケンジェルからセベクヘテプ3世までの間に即位したアンテフ4世を含む、王3人のうちのいずれか1人は少なくとも5年間は、統治したと考えられている。アンテフ4世の地政が、どのような形で終わったのかは不明だが、後継者のセティメリーブラーが、アンテフ4世との地のつながりを示す、血統明を使用した形跡がないことから、 セティメリーブラーが多いを散脱した可能性が提示されている。ありがとうございます。